こんにちは、ケンイチです。今回の動画ではこちらの SOTO ST310 のシングルバーナーの方をご紹介していきたいと思います。でまずこちらの310は専用の袋に入っています。取り出してみるとこんな感じでだいぶコンパクトに折りたたまれているというところですね。でこれだけであれば積載もだいぶコンパクトに収まることができるのと、あとはこの本体だけで総重量が 350g というところなので、そこそこ軽くて、でかつこのぐらいのコンパクトな大きさに収まるというところですので、アウトドアでなるべく荷物を少なくしたい、かさばるのをなるべく避けたいという方であれば、このぐらいのサイズ感だったらギリギリ許容範囲なのかなというところだと思います。こちらなんですけども、通常はシルバーなんですけども、 Amazon でモノトーンモデルというものを購入したので、ブラックのカラーになっております。早速組み立てていきましょう。で組み立てるって言ってもめちゃくちゃ簡単です。でまずこちらの遮熱板を右の方に、ちょうどここにカセットボンベ CB 缶がはまるところにやって、そしたらこちらの五徳の方を右の方にぐーっと回していきます。でそうすると今カチッって言ったのが分かったと思うんですけれども、こういう風に回していくと勝手にここのくぼみがあるんですけれども、これに自動的にカチッとはまるようなものなので、めちゃくちゃ簡単です。で反対側も同じように開いていくだけで自動的にセットすることができます。であとはここまで来たら、こちらの遮熱板のところを少し上に上げて、でそれでここですね、ここにこちらの CB 缶の方のこのへっこんでる部分を合わせます。そうするとだいたい45度ぐらいの角度にこの CB 缶がなるんですけれども、それを奥にグッと押し込んで、それで時計回り右に回すと、これで完成です。それじゃあ早速火をつけていきたいと思うんですけれども、使い方もめちゃくちゃ簡単です。ここのダイヤルあるんですけども、これをひねっていって、そうすると今シューって聞こえたと思うんですけれども、このシューってなっている時にこの下のスイッチを押してつけます。これだけですね。火を強くしたいっていう時はこれをひねるだけで強火にすることができます。で消す時は反対側に絞っていくだけで消すことができるというところですね。こちら見ていただければ分かるんですけども、若干頭が出てるんですよね。この頭が出てる分で風の影響をもろに受けやすいと思うんですよ。そこの辺を、まあ、ちょっと息を吹きかけて消してみたりとか、あとは扇風機の弱中強を当てて、まあ、どういった動きをするのかっていうことを見ていきましょう。でまず扇風機弱から、若干火は揺れてるけど全体的な火はまだしっかり出てるようなイメージですね。次、中。中になるとやっぱりそこそこ炎が揺れてて、こっちの左側が若干消えてる部分もあるかなっていうところですね。最後、強をいきます。今日まで来ると、だいぶ炎も暴れて、半分ぐらいは消えてるようなイメージですね。まあ、それでもギリギリついてるというところになっております。一応、扇風機強でも消えませんね。最後思いっきり息を吹きかけて、ちょっと消えるかどうかやってみます。あ、普通に思いっきりろうそくの火を消すようなイメージでやると消えちゃいますね。で、こっちの、アミカスっていう方のシングルバーナーだったら炎が出るところがへっこんでるので、そういった面で風に強いというような設計になっていると思うんですけども、こっちの310に関してはだいぶ出てて、で今見ていただいた通り結構風の影響をもろに受けちゃうっていうところがあると思いますので、そういったことを考えるとこっちの310レギュレーター装備を使うときは一応ウィンドシールドとかですね、そういう風から守ってくれるような風防とかを用意しておくってことをお勧めいたします。
で最後にこちらの外のクッカーに500ミリの水を入れてどのぐらいで沸くのかってことを検証していきます。これちょっと火力でだいぶ変わってくると思うんですけども、炎がクッカーよりはみ出さないぐらいの火力でやっていきます。これ公式には5度の環境下でも4分で1リットルのお湯が沸くというふうに謳われていますので、まあ、そこら辺と比べてやっていきたいと思います。で今室温は18度ですね。もうちょっとで3分、ちょうど3分ぐらいでお湯が沸騰しました。でこの ST310 っていうのはレギュレーターストーブっていう名前がついてるんですよね。このレギュレーターっていうのは実は意味があるというところですね。でまずこの310の特徴としてはこの CB 缶ですね、カセットボンベで、例えば家で鍋をするときとかにカセットコンロを使うと思うんですよ。でカセットコンロに使うカセットボンベ、この CB 缶を使ってアウトドア用のガスバーナーを使えるというものになっております。で他のものだというと、例えばアウトドアだとこっちですね、これ OD 缶っていってアウトドア缶になるんですけれども、こっちはアウトドア専用というんですかね、少し強く作られていたりとか、あとはちょっと寒さとか、まあ、外に強いとかっていうような設計なので、少しこっちの CB 缶よりも高くなるんですよね。で使ってる、ね、内容物とかっていうものはまた種類によって変わってくるんですけれども、こっちの OD 缶っていうのは基本的にアウトドアショップとか、まあ、そういった場所じゃないとなかなか手に入らないっていうところがあるので、ちゃんとこれを在庫として自分の中で持ってストックしておかないと、なくなっちゃったとか、あちょっとキャンプに行くついでに買っていこうとかっていう風になったとしても、その売ってる場所を知らないで行ってしまうと、現地で調達するのとかっていうのは結構難しかったりとか、あとはランニングコストが高いっていうところがあると思うんですよね。見た目はめちゃくちゃかっこいいんですけれども、こっちの場合ですね、この普段見慣れているこのカセットボンベ CB 缶の方に関しましては、基本的にどこでも手に入ると思います。で安いものだと100円ですよね。100均とかでもこの CB 缶っていうものが売られていて手に入りますし、やばいもうなくなっちゃうとかで、仮に、まあ、割とすぐにコンビニが近くにあるようなキャンプ場とかだと、この CB 缶っていうものはコンビニに行けばもうほとんどの場所が売っているので、この燃料の調達に苦労するっていうことがないと思うんですよ。でそれでいてこの CB 缶っていうものは安く手に入るというところがあるので、まあ、慣れ親しんだ形だし、でかつランニングコストも安く楽しめることができるというところなので、この CB 缶を使いたいっていう方っていうのが多いんですよね。で僕もこの CB 缶を使えるっていうのはものすごく気に入っているんですけれども、この CB 缶っていうのは実は弱点があるんですよ。で具体的にどういう弱点なのかっていうと、この CB 缶っていうのは火を使うときに中のガスを気化させて、それを燃焼させるっていうものだと思うんですけども、その気化するときにこのカセットボンベから熱を奪うんですよね。それを気化熱っていうものがあるんですけども、その気化熱によってだん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 この CB 缶の温度っていうものが下がっていって、で次に結露ですよね、水滴がついていって、で最終的に凍っていくっていうようなところがあるんですよ。で家で使うカセットコンロだと、これがそこまで冷たくならないような設計になっているものがほとんどなんですけれども、このアウトドアで使うとかっていうことがそもそも一般のこの CB 缶っていうものは想定されていないので、その気化熱にすごく弱いんですよね。特にアウトドアのシーンだと外で使うことが多いと思いますの で特に冬とかだと外気の影響をもろに受けるじゃないですか。何も守られていないので、外の気温が低かったり風が吹いてたりすると直接的にこれが冷やされてしまうので、気化熱と一緒に合わさると一気にこの温度が下がって、でそうすると中のガスが気化できなくなって燃焼しづらくなって、ものすごく火が弱くなってしまうんですよ。この現象のことをドロップダウンっていうふうに言うんですけれども、 ST310 レギュレーターストーブっていうのは気化熱による火力の低下っていうものを極力抑えることができる装置なんですよね。でこれを搭載していることによって、この CB 缶のデメリットである、まあ、外で火力が落ちやすいっていう最大の弱点を克服しつつ、さらにこの CB 缶を使えることによってランニングコストを抑えて、さらに
手に入りやすいというところなので、ものすごく使い勝手がいいシングルバーナーなんですよ。だからもうとりあえずこれ買っとけば間違いないっていうところなので、本当にこれみんな持ってるし、で実際使っててもめちゃくちゃいいんですよね。それでいてさっきみたいに見ていただいた通り、だいぶコンパクトに収まることができるので、外に持っていったとしてもそんなにかさばらずに外に持っていくことができるというところになっております。ですので、気温が低い場所でちょっとお湯を沸かすとか、ラーメンを食べるとかってそのぐらいだったら、まあ、特にこのレギュレーターがなくてもある程度はできると思うんですけれども、例えば鍋をやるとか、まあ、そういうカレーを煮込むっていう風になると、やっぱり長時間この火を使うことになると思うんですよね。でその分気化熱によってこの CB 管がどん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 熱が奪われていって結露して凍ってしまうっていうようなことになると、火力が落ちてしまって、で最悪の場合料理ができなくなるっていうことがあると思うんですけれども、それが極力しづらいモデルになっているというところですね。マイクロレギュレーターが搭載していないタイプであっても、お湯をちょっと沸かすとかっていうぐらいだったら特に問題ないと思うんですけれども、氷点下を下回るような場所とかで鍋とかそういうカレーとかをやるっていうことがあらかじめ分かっている時だと、このマイクロレギュレーターっていうものを搭載している310レギュレーターストーブがもう役に立つというところですね。氷点下を下回るところでキャンプしないよとか、まあ、そこまで気温が低くならないよとかっていう地域に住んでる方であれば、310のレギュレーターストーブがあれば1年を通して、まあ、外で基本的な鍋だったりとか、そういう調理ですよね、少し尺が長いような調理とかもできると思いますので、まだシングルバーナー持ってないけどどれにしたらいいかわからないっていう方は、こちらの ST310 レギュレーターストーブおすすめでございます。ですので組み立てもすごく簡単だし、で取り付けも楽で、そして火をつけるのも消すのも簡単で、なおかつコンパクトになるっていうところが魅力ですね。でただこちらなんですけれども、この火をつける着火する電気を飛ばすスイッチがあると思うんですけども、このスイッチが下にあるんですよ。だからめちゃくちゃ押しづらいです。だから上になんか物を乗っけてやるとかっていう時に、こっちの方でなんかちょっと押しづらかったりするから、まあ、ちょっと不安定になっちゃうこともあると思うんですよね、まあ、ちょっと動かしちゃったとかっていうことになるとちょっと危ないのかなっていうところだと思います。ですのでつける時は、まあ、ちょっとこうやって浮かせて着火するとかっていう風に火をつけてから乗せるみたいなスタイルの方が安全じゃないかというところですね。で、あとこちらですね、ここがこの五徳がこの足になっているんですけども、これがちょうど熱に当たってチンチンになるんですよ。で、そんなに熱伝導率がいいものではないとは思うんですけれども、こっちがさすがにもう真っ赤っかになるぐらいまで温まっちゃうと、こっちもずっと使っているともうめちゃくちゃ熱くなるんですよね。で、そうすると例えばこうやって指を入れるときに足に触っちゃったとかっていう風になると、もう火傷するような熱さになっちゃうんですよ。だから、まあ、そうすると危ないから、こういう風に持って火をつけるとかっていう風にやんないといけないので、上に物を乗せたまま火をつけるとかっていうのは、まあ、ちょっとこの足が温まってる状態だと結構難しいですね。で、あともう一個気をつけなければいけない点としては、このレギュレーターストーブは、ここでなんか、例えば、お湯を沸かしたりだったりとか、まあ、ちょっと鍋をやったりとか、ラーメン作ったりっていうことが、手軽にできるっていうのはいいと思うんですけれども、ここが、この熱源のほぼ真下に、このガスが来るわけですよね。ですので、火との距離がめちゃくちゃ近いんですよ。お湯を沸かすとかっていうぐらいだったら問題ないんですけども、例えばこういうふうに、僕の大好きな横沢鉄板を使う、とかっていう風になったら、これがものすごい温度に上がると思うんですよ。あとはこんな感じのスキレットですよね。こういうのって蓄熱性がすごいあるので、下からゴーって風に炙って、これがチンチンになったら、これが跳ね返って下に輻射熱っていうので、このカセットボンベを温めすぎてしまって、それで爆発するとかっていう事故が起きるんですよ。ですので、こういう鉄のものを使うとかっていう風になると、一応ここに遮熱板っていう熱がそっちに行きづらくなるようなものがあるんですけれども、さすがに横沢鉄板とかそういうスキレットとかを使ってしまうとカバーしきれないっていうところがあるんですよね。で、それを知らずに使ってると、まあ、大きな事故の原因になったりするので、ちょっとそこだけ気をつけていただければなと思います。で、まあ、どうしても使いたいとかっていう時はこんな感じで別売りの遮熱板が売ってます。
で、これはこの一緒に収納できるように僕は2つにパカって割れるものを使っているんですけど、こんな感じで入れて、こういう見た目ですね。この五徳と火が出るとこだけが出るようなものになるんですけども、この状態であれば、こんな感じで横沢鉄板でお肉を焼いたりとか、スキレットでアヒージョを作るとかっていうことをやったとしても、できる限り安全な状態で調理することができるので、まあ、ちょっとこういう鉄板を使いたいよとか、スキレットを使いたいっていうことが考えられる人は、必ずこちらの遮熱板ってものをチェックしてみてください。こちらも概要欄の方に貼っておきますね。まあ、ただお湯を沸かすだったりとか、あとはラーメンを食べるとかっていうぐらいであれば、まあ、特にこのまま使用しても問題ないっていうところなので、まあ、そもそもそれができるっていうところなので、これが売られていると思いますので、そこの辺はあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなっていうところだと思います。で、ちなみに、ここが熱くて持ちづらいよとか、今まあ、こうやって置くときにガチャガチャ行ったりとか、こういうふうに少し滑ってしまったりとか、さっきお話ししたこのボタンが押しづらい、なんでこれこんな押しづらいんだっていうところをカバーしてくれるものが外から出ています。で、これ何が入ってるのかっていうと、こちらの五徳に履かせるようなシリコーンのチューブですよね。シリコーンチューブ、耐熱のものなんですけども、それがあれば滑り止めだったりとか、まあ、基本的に触っても火傷しないようなことができますし、あとこちらのスイッチをこういうふうなままカチッカチッってできるようなアシストレバーっていうものも入っていますので、次回の動画ではそれにプラスして、あとは風対策とか、まあそういったことをご紹介していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。